クレンコ細菌は高熱菌を中心としたコ細菌の分類群である。2018年9月現在、29族64種が含まれ正式に発表されているコ細菌のおおよそ1割強を占める。他のコ細菌グループとは基本的に 16A 質な系統解析によって区別される。進化速度が遅く、コ細菌の祖先的な形質を残していると、 考えられたことから、ギリシャ語のカッパロイータニューイータにちなんで命名された。1988年に提唱されたエオサイト説は、現在の二分期説の基礎になっている。これはクレンコ細菌が、深核生物の起源となったとする説であった。もともと系統解析により設定されたもんであり、表面的な性質は、有利コ細菌に属す。 セルモコックスツナやアルカイオグロブスズナとそれほど差はない。多くが超高熱菌や高熱抗酸菌に占められ、水素や黄酸化、あるいは従属栄養的に増殖するものが多い。典型的な例としては、高熱抗酸後期性でイオウを酸化するサルフォーラバス、摂氏110度で増殖する、嫌気性のパイレディクティアムなどが知られている。固有の形質としては、有利個細菌と異なり、 ヒストンを持たないことが指摘されてきた。全ゲノムが解読されているクレンコ細菌17種のうちヒストンと相当性のある遺伝子を持つのはテルモプロテウスメ3種のみである。また、ほとんどの原核生物に保存されている FTSZ も保有していない。細胞分裂については2008年に別々の研究グループから新核生物が エンドソーム情報を形成するときと同様の機構を使うという報告がなされている。ただしテルモプロテウスメは FTSZ もエスコート複合体も持たない。テルモプロテウスメはアクチンを用いた細胞分裂機構を持つと予想されている。この他、有利コサイ細菌との比較では、コサイ細菌型 DNA 複製酵素パル D を持たないリボソームや、 RNA ポリメラーゼのサブユニット数が多いなどの、異がある。細胞壁は、ユリアーキオータほど多様ではなく、イグナイヒャカス一族を除き、エソ層が担う。イグナイヒャカスなど一部の種は、ジカルボン酸、4ヒドロキシラク酸カイロという他の生物では、見られない炭素同化経路を使用しているようである。ナノコ細菌はこの門の生物に寄生する。2008年頃までは、 現在タック上門やアスガルド古細菌と呼ばれている系統のすべてを含んでいたが徐々に分割が進み現在はテルモプロテウスズナのみを含む範囲に縮小している一方全原核生物の分類を分岐距離で再評価した GTDB 分類ではタックを再度吸収して6項となっている以前海洋性クレーンアーキオータと呼ばれていたニトロソブミルス目ケナルカエウム目は 現在タウムコ細菌門に分離されることが多い。このほかクレンコ細菌に近接するゲオコ細菌と呼ばれる系統が存在し、門相当か、あるいはクレンコ細菌に属す進行とされている。未培養のメタン菌であるウェルストラエテコ細菌も綱として変入される場合がある。GTDB 分類は、全原核生物の分類を分岐距離で再評価したもので、 古細菌はタックが統合されるとともに、有利古細菌は分割された。具体的には、NCB 分類において、タックに含まれていた門が綱や目に格下げされてくれん、古細菌に吸収されている。内行古細菌は目にまで格下げされ、テルモプロテウス砂に吸収、アイグ古細菌も同様に目に格下げされ、ニトロソスパエラナに吸収される。もともとクレン古細菌は、 蒸気のうちコラルカエブムツナ以外をすべて含んでいたが、その後の分割で、有利子細菌に比べ細分化が進んでいた。ありがとうございます。